同人のサタデーナイトゲームショーへようこそということで、今回もイルーの方をね、続きからやっていきたいと思います。にしても暗いよねこれにしても暗い上にどこ行きゃいいか分かんないっていうね。とりあえずある程度こう進める場所をね、進んでいってっていうのはあるから、ちょっと次に行くべき場所をちょっといろいろね移動して見極めていきたいなっていうのはありますけれども、どうなんでしょうか。そうなんで、こっちサイドは確かね結構鍵かかってたんだよな。でね、前回ねどういうところまで話が進んだのかっていうのをねちょっと覚えてなくてですね、まあそれはね自分の動画を見直せっていう話なんだけど、まあねそれはしょうがない何がしょうがないのかよくわかんないけど、よし、とりあえずこっちには何もないね。これさ、走ってて急になんかあの化け物化した女の子とか目の前から来たら結構ギャーってなるかもしれないね。だって正直これターンがあんまり速くないから、そうだな、そういえば美術準備室はもうなんかいろいろ見たんだっけね。そうだね、幸い気づいてないようだ。しばらくは様子を見るべきだな。まあ様子を見るも何もねこれを資料室に行って、あれか、望月に教えればいいのかな。資料室はこっちだったかどうかはちょっとよくわかんないけど、あ、ここか、確かここにねいたと思うんだよね、移動してなければだけど。あ、いるな、ちょっと話そう、いい情報持ってきたぞ。さっきは悪かった、頭痛がして気が遠くなって、それからさっきお前が来るまで何してたか覚えてないんだ。何があったんだ、教えてくれ。広瀬が殺されたんだ。それ本当のことなのか、例の化け物にか。そうだねなんでそんなのがここにいるんだ。わからない、あんなの聞いたこともない。その後お前が来ていろいろ、確かに様子がおかしかったよ、よしかしそんなのがいるところになんで広瀬のやつ行ったんだ。確かにそうだね、氷川がお前を探していたんだ。それを広瀬が手伝わされてたらしい。結局見つからなくてお前を呼び出していた会議室、呼び出していた会議室に行ったんだ。お前が見つからないっていうために。氷川が俺を会議室に呼んでいた。そこに行った広瀬が化け物に殺された。そこに俺もいた。まあそうなんですよね、端的にこうかいつまんで話すとそういうことになりますけど、ちょっと考えをまとめさせてくれ。それよりもお前の兄ちゃんの名前を言ってたぞそれはいいのか、伝えないのか。まあいいや、多分これでまたフラグが立ったんじゃないかなって思うんですけど、さてで、この隣の女子トイレにはもう死体も何もないと。あれは本当どこ行ったんだろうな。だってそこに島で血痕までなんかねパッて消えるってことはないと思うから、何だったんだろうね。で、美術室でもまあこいつがクリーンしたんだろうな。あの様子やすぐには本当のことは話してくれないだろうから後で来よう。なるほど、でもこんな化け物がねうろついてるところあっちこっち移動したくないってのはね本心ですけど、ちょっとセーブしよう。じゃあ元のクラスか、その隣が開いてるかな。あ、なんか、え、死んでないちょっと待って、死んでない、美咲が死んでいる。急に死んだな。
な狭いあれだから悲鳴が聞こえてもいいような気がするけど、何もなしにしんだ。誰に殺されたんだろう。せっかくの JK がもったいない。ここも何もなさそうだな。しかしだな。あ、待って、この鏡を覗かないように、この校長の肖像画で塞ぐ。そういうことではない。ルルイエのこれを使う、そういうわけでもない。釘抜きで割る、そういうことでもない。もうとりあえずやることないからちょっと近づいてみよう。これぐらい近づけば、これぐらい近づけばなんかできるんじゃないか。ここでは使えない。やっぱダメか。まあ覗いたら死ぬのは分かってるからな。何かこれが手がかりになるんじゃないかなと思ったけど、そんなこともないな。広瀬の死体が何かを持っている。そんなこともない、そんなこともないな。クソどうすればいいんだ俺は。これこのよくわかんない電話、回線が切れている。畜生、外と連絡が取れれば。まあ、正直取れたところでってのはあるけどね。そうなんだよね、こっち鍵かかっててさ、中からも外からも開けられないっていう、どういう設計だよ完全にミスだろ。まあ、それはいいんですが、どうしようかな。本室で何かをしないといけないのは分かってるんだが、ここで校長の肖像が、校長室みたいなところで肖像画を並べるとか、そういうのがありそうなもんだけど、動かしてくんないかな。ちょっとわかんねえな。これマジどこ行きゃいいんだ。今多分北条も喋れないよな。でなぜかもう美咲は死んでて、教室セクションにはもう残ってる人はリメイニングヒューマンゼロですから、ちょっとね入れる場所ももうあんまりないんだよね。新しく入れそうな場所もないし、これなんか線が至る所に入ってるから、もしかして釘抜きで殴って壊すとかかな。そんなわけではないか。あ、待って、紙落ちる、そういうことか。ちょ、行き過ぎ。何が書いてあるんだこれ。お前は誰だ。それは俺が聞きたいけど、お前は誰だ。紙片には次のようなことが書かれている。お前は誰だ。僕の頭を使うな。僕の精神を乗っ取るつもりなのか。それとも何か別の企みがあるっていうのか。誰に命じられたんだ。これは僕、望月鉄道の体なんだ。ああ、望月ちゃんが書いたのか。ってことは残りの紙は望月ちゃんの体に入ってた、なんかよくわかんない人格みたいなのがあれをしたのかな。書き残したヒントっていうか、そういうところなんでしょうか。ちょっとこれで集めるものは集めた気がするんだが、どうだい、何か進展させてくれるようなものはあるかい。ダメか。あ、でもなんかこれを書いて置いてあるってことは、もう大体なんかちょっと自分で気づいちゃってるのか。うん、これを別に音読してやったところでね、特に何も変化はないと。
まだ別の部屋に紙が残ってるとかそういうことか。なんかまだダメっぽそうだな。とりあえずじゃあちょっと部屋を片っ端から見ていくか。しょうがない、女子トイレから始めてちょっと片っ端床を舐め回すように見ていこう。とりあえず美術室は回収しただろ、音楽室は開かない、準備室も開かない、で会議室には鏡があって広瀬の死体があって、小会議室は開かない、ここもあ人がいる。おお、なんだなんだなんだこれ。おい稲葉、机がないぞ、ここから逃げられる。な、中西、後ろ、どちらかっていうと前だけどね。え、うわー、助けてくれ、ギャギエー。なんだこいつ、どうなってんだここは。なにこれ、まあ、動いてくるわけではないのか。動いてくるわけではない、話は進んだね。ルイは関係ないし、多分なるほど、こっから多分脱出できるけど、何か別にアイテムが必要なのか。で、多分あいつはあの魔法陣から出てこれないとかそういう感じなのかな。ちょっと人がまた死んだけど、あ、これ音楽準備室か。お、開いた開いた。変なの出てきたけどどうする。先生、向こうの階段に化け物が。化け物、落ち着いて稲葉くん。先生、あ、同じこと言ってる。落ち着いて稲葉くんじゃねえよ。落ち着いて稲葉くんじゃねえよ。そしてこんな時にそんな説教してんじゃねえよ。絶対そのさ、変な古文書みたいのになんか書いてあるっしょ。あー、せっかく安心の中西クオリティが死んでしまったな。こんな意図もあっさり死ぬとは。お前やばいぞ、なんか変なの出たよ。君はさっきの望月、あ、またまたお前か。君にしてほしいことがあるんだ。階段のところにいるショゴスの妖精、あいつを何とかしてもらおう。ショゴス、これはクトゥルフだな確か。あいつは司法種族だからきっと何者かに餌付けされている。そこでその餌を見つけ出しあいつに食わせてやるんだ。望月じゃないのか、誰だお前は。それにそんなことで助かるのか。私は私で生き残りたいのだろう、さあ行きなさい。まあ確かに、でもその餌ってのは何だい。餌はどうした、早く探せ。餌ね、餌か。餌っていうとやっぱ人を食ってだから生肉とかそういう系かな、まあ、多分そういう系なんだろうと思いますけどね。またなんかどっかにあったりするのかな。あ、でも待って、ちょっと待って、生肉的なのでさ、ちょっと思い出したんだけど、思い出してしまったんだけど、生臭い匂いがする部屋があったじゃん。あそこにさ絶対何かあると思うんだよね。いやまあ絶対何かあるのはあるだろうけど、あそこじゃないか。あそこが多分解錠されてて、それが餌なのかもしれない。あ、なんか落ちてる。そんな光もないのにキラキラ光って、なんだこれ。あ、3の5の鍵。なるほどね。まあなんかすごいご都合主義だけど、3の5の鍵を拾いましたから、あの生草さんのお部屋の中に、その前にちょっともう一回美咲ちゃんを見ていこう、ご尊顔を。わあ、いやー、もうなんでこんなこの学校は人が死ぬかな。よくわかんないな、口から血が出てる。よし、まあとりあえず3年5組に急ごう。ここで鍵を開けるんだろうな。なんかもう大体予想はついてたけど、これで3の5の鍵で、よし、鍵開けたぞ。
うん、なんだこのすごい匂いは。しかもこの部屋も別に何かをしてあるわけじゃないな。本当に本当に学園祭前日なのこれは。あれ鍵なくなってないけど。待って、なんか落ちてる。ハンマー、ハンマーが落ちてるぞ。なんだこれ、ハンマーを手に入れた。木箱がある。これか、臭いのは多分。木の板と板を釘で打ち付けて作った木箱だ。中から生臭い匂いがする。ってことはここで釘抜きかい？ってことかな。やっぱこういう箱を開けるためにあるよね、釘抜きって。なんだ、打ち付けてある釘を抜いて蓋を開けた。え、キモ。なんだこれ、肉塊を手に入れた。ハンマーで、ハンマーで人をすりつぶしたとかそういうことか。肉塊ね。ここなんかある、掃除用具を入れるロッカーだ。まあとりあえずこれを処方数にやればいいんじゃないか。ちょっと処方水にあげるか。これ肉塊をやるよ。グロテスク、グロテスクな肉。え、結構近づかないとダメなのこれ。グロテスクなゲル状のものの瓶詰め。これ以上近づくとヤバい気がするんだけど大丈夫これ。ここでは使えない。だってこれあげるんでしょ。いや、なんかもう一回やり直すのめんどくさいから一回セーブして目いっぱい近づいて渡そう。はい、ということでセーブをしてここまで戻ってまいりましたが、これ以上近づいたら危ないな。あ、そういうのが出るのね。なるほど、じゃあここで渡せばいいんだな。肉塊の入った瓶を処方室の前の床に置いた。お、なんだ帰ってきた。なんかもう平然と帰ってった。魔法陣乗っても大丈夫なのか。あー、ついにシャッター開いちゃった。シャッターは開いてないけど、ちょっとじゃあ降りるか。2階に来てしまいましたが、わ、1階まで行けるよこれ。やばいんじゃないの。探索の幅が広がっちゃったな。あ、なんか落ちてる。紙だ、また紙。タイはない、タイはない。どういうこと。これか、これも望月のメモっぽいな。紙片には次のようなことが書かれている。タイはない。椅子の偉大なる種族のおもしべしなんだ。私は神山、え、た、か、和彦かな、わかんない。遠い過去、人類には遠く及ばない英知を垣間見た男だ。どういうこと。とりあえずこの階層を探そう。アイテムがきっとあるはずだから、ここは開かなそうだな。図書？図書準備室？図書準備室？図書室ではなくて図書を準備、うん、なんだ、ゴミ箱になんか入ってる。引き裂かれたページ。はいはい。でかいな。引き裂かれたページ。不思議な文字で何か書かれている。恐る恐る青い小玉を口に含んでみた。断片に書かれている不思議な文字を読むことができた。何か呪文のような言葉がページいっぱいに書かれている。あとは全部ゴミか。誰かが何かを持って捨てたんだろう。
これはどっかでなんか出てきたやつを封じ込めたりとかするためのものなのかもしれないな。とりあえずここもちょっと本棚調べていこう。百科事典多いな。なんもねえじゃねえか。とりあえずここでは本の断片を手に入れたな。でもってこの図書室、図書室に何かあるのかな。あ、鍵かかってる。図書室は絶対なんかありそうなんだけどな。お、またセーブだ。ちょっとセーブしよう。よし、セーブが終わって、でとりあえず入れる場所を片っ端から入っていかないと。理科室、理科室と美術室があんまりなんかこう変わった感じがしてる。あ、ビーカーとアルコールランプが置いてある。どうやら蒸留装置みたいだ。はあはあ、何かじゃあ理科室で蒸留をするんだろうな。なんだこれ。え、ちっちゃい本、マッチ。あ、マッチね。じゃあ何か液体を持ってきて蒸留しないといけないってことか。薬品、薬品か。そういえば俺は文系だったからね、こういう理科室は高校の時は全く行かなかったわ。やったのは豚の目玉の解剖だけっていうねなんでそれだけやらせんのみたいな。でね、別のね、理系の頭いいクラスの人たちはね、鶏の頭の解剖をやったらしいですよ。私のその思い出としては、まあ豚の目玉を解剖して、なんか中にあるよくわかんない汁がビチャ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 ってビチャ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 ってね、周りに飛び散ったのが最初で最後の思い出かな。鍵かかってんのか。まあね、思えばその時からね、結構グロ体制あったのかなって思ったけどね、案外ね、メスがね錆びたりとかしてて、やっぱ高校だからなんか使いにくくてね、こう切るのにすごい目玉って弾力がやばくて、メスで刺そうとしても刺せなかったりとか普通にあるのよ。でそれをちょっと頑張ってね、こうやろうとして、なんかもう目玉滑るし、停電で入らないのか。そう、目玉は滑るし、もうね散々でしたわ。でなんか中からね、水晶体だとか網膜だとかをね、これが網膜じゃねえのみたいな、そういうのとかをね、こう取り出して、並べてこうあれしてたわけですよ。目玉はこういう作りになってますっていうのをね、実際に学んだわけなんですが、まあ、だからといってね、それが何か今の人生の役に立ってるかっていうと、そうでもないっていうか、ゴミ箱は見てないですけどゴミ箱はまあ見てないですけど。で、ここが、ここもブランクか。空き室。わあ、木箱がいっぱいある。空き部屋にこんだけ木箱あったらなんか気味悪いな。クラッシュバンディクの控え室かこれステージで必要になった木箱をここから取ってきて、リンゴ入りのね並べるみたいな。これはここはあんま関係ないのか。なんかアイテムが落ちてるっていう感じもないしな。これごめんなさいね、これぐるーって下向いて回んないとアイテムあるかどうかわかんないから、ちょっと酔っちゃう人がいるかもしれない。いやー、まあでも目玉の解剖な、懐かしいな。多分この中までちゃんと見ろっていうことはないと思うんだけどね。ないと思うんですけど、さすがに。うん、
ないね。ない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 。待って、この水道のところにさ、なんかあったりする？ありそうで怖いな。まあいいや、出よう。でもう多分防火シャッターは全部開いてんだろうな。そうだね、こっからも2階へ行ける。こっちのセクションは終わったから、反対側か。こっちじゃない、こっちか。こっちを見ていかないといけ。あっ、なんかいる。ショゴスっぽいけどなんか違うな、これ。なんだこれ、こいつは。なんだ、ちょっとこいつに、危ないエリアまで行って、これさ、引き裂かれたページ読んだらなんか封印できるんじゃないの。あ、関係ないか。ちょっとこいつは無理だな。ってことは1階に降りないといけないのね。じゃあ1階に何かあるんだ。1階に何かあるはず。ちょっと降りよう。あれは何だ逆、思う、あれは何なんだ、あれは何が出てきたんだ、本当に。ショゴスっぽい何かだったけど、口が、でかい口がついてた。人死んでますけど、ちょっとまずトイレ行くか。なんかありますか、なんかありますか。なんもないな。もうトイレはめんどくさいね、これ見るの。なんか人死んでるし、ちょっと変なのまた出たよ、望月。もう望月、お前稲葉、これは俺がやったのか。いや違う。でもそんな、落ち着けよ、冷静になるんだ。誰かの声がした。そしてまた頭痛に襲われて、そのまま意識は遠のいたんだ。気づいたら俺はここにいた。そして目の前で人が死んでいる。俺は、うわぁ、まただ、また頭が。あんまりそっち行かない方がいいですよ。なんか変なの出てきたから。また変なの出てきたからさ。ここは開かないか。放送室前で誰が死んでる？誰だよ、これ。会ったこともねえぞ、こんなやつ。生徒の死体がある。あ、モブキャラね。完全なるモブキャラね。放送室も鍵がかかってる。こっちも開かないんだろうな。で、これは職員室？購買部か。とりあえず入れる場所を探す。用務員室も開かない。保健室か。保健室はなんか、うん、なんかありそうだね。回復とかそういう概念がないから、そういうのを抜きにして、なんだこれ。こんな椅子あるか。傷薬はまあ確かになんか持っておいて損はないと思うから、なんか少しぐらい持ってってもいいと思うけど、まあなんか怪物に襲われてね、傷薬でなんとかなるってレベルの人今まで見たことがないから、もう無駄なのかもしれないけどね。保険の本か。あ、なんか保険の先生がグハってなってる。大丈夫か。窓の外に魚の化け物。本当にいないぞ、そんな。なんだ魚の化け物。しかもこれ入ってそれを聞くだけ。悪魔。ああ、まあなんか魚の頭のなんか悪魔いた気がするな。なんだっけな、まあ、もしかしたら説明文が出てるかもしれないですけど、現時点では分かんない。やってる現時点ではね。とりあえず保健室を出て、お、これは証拠口じゃん。ああ、なんかあれがある。セーブしよう。
オッケーということでセーブが終わりまして、違うやらないよ、もうセーブはしない、もうセーブはしない。この靴箱、あ、ほとんどの職員は下校してて、鍵がかかっているから開かないってわけじゃなくて、あー、まあそうか、結界みたいなの貼ってあるのか。職員用か、ここ。靴箱には何もないか。残ってた人たちとかがなんかこのよくわかんない怪奇に襲われてると。ここら辺は関係あるのかな。いざって時この中に隠れられるか、まあ、隠れるでしょうね、隠れる疑惑。まあ、職員室に変な本があるってことはないと思うんだけどな。まあ、ないでしょう。ないでしょう。で、職員室にね、多分鍵とかがね、置いてあると、あ、誰、あ、お前まさか。なんで出られないの？ここから出して。死にたくないよ。まあ、それはね、誰しも思ってることだと思いますけど。出られないからってね、諦めるのは良くないわ。コピー機は置いてある。何かをコピーするってわけでもなさそうだしな。教材か。教材の中になんかよくわかんない本が紛れ込んでるってのもなさそうだし。机が調べられるってわけでもないな。校長の椅子か、誰の椅子だこれ。関係ないのか。じゃ職員室を出てその隣へ行こうか。あ、校長室。校長はいない。大きな金庫、しっかり鍵が入ってかかっていると。まあほぼほぼなんですけど、校長の、お、なんか、あ、落ちてる。鍵だ。金色の鍵。そうか、金色の鍵なんて落ちてたか。ここにね、校長のね、肖像画を置くと思うんですけど、その前にちょっと金色の鍵は何なのかを。あ、これ、本棚開けられるやつだ。これを置くと、どうなんだ？金庫が開くとかそういうことかな。フックにかけた。後ろから何か音が聞こえた。後ろか、金庫じゃないのか。なんか、なんだこれ。怪しい薬が出てきた。青い粉末。青い粉末と青色の粉末状のものが巾着袋に入っている。なんだこれは。正体不明だな。とりあえずこの手に入れた鍵で上に戻って、開かずの間、あ、開いてる。いつもは絶対に開かない開かずの間なのか。うわっ、なんだこんな部屋が学校の中にあったのか。あからさますぎるんだけど。女神像が置いてある。何かを持ってるような格好をしている。そうか、何かを持たせるときっとあれだな、剣とか杖とかその類のもんだろうな。じゃそれを手に入れてあそこに使うってのが目的かな。男子トイレには多分もう何もないだろう。そうだね。じゃあ今やるべきことはキャビネットをこの宝石がついた鍵で開けに行くことか。とりあえずセーブしようか。セーブして、じゃあそこまでちょっと向かってみたいと思います。お、お、なんだ、どうした急に。ユマが来た。
キャー、稲葉くんなの。あの、ぐわーって何？よかった、大丈夫か。なんか後ろから来てるんですけど。わ、私？え？なになになに？ちょ、ちょ、急に、急になんだよ。まずい、あいつが入ってくる前になんとかしないと。隠れられる場所か。ちょっとまずいな。教宅か。ここなら隠れられそうだ。多分ここしかあんめえよ。あとは息を潜ませて。ぶち破るとかじゃなくて、なんかもうちゃんと入ってきちゃうのね。礼儀正しいな、ある程度。お腹がすごい動いてる。お腹がすごい動いてますけど。ものすごいアホだろものすごいアホだろ。ハラハラもしなかった。止まんねえんだもん、目の前でどういうこと。助かった。 だけどユマは大丈夫か。そうだね、ちょっとユマが気になるけど、一回出よう。はい、ということで図書準備室の前までやってまいりました。ここにね、確か一つ目のキャビネットがあったし、望月はいるな。2階の廊下にいるやつを見たか。無形の落とし子だ。あいつを呼び出した呪文があるはずだ。それを手に入れられればなんとかできるんだが、食う、またか。なんだ、望月本体が戻ってこようとしてるのか。無形の落とし子ね。ここで多分使って鍵を使ってここを開けられるはずなんだよな。本棚の鍵を開けた。怪しい本があるぞこれ。何の本だこれ。悪魔崇拝以上ですか。ないか。このキャビネットにある悪魔崇拝、古めかしい本。恐る恐る青い小玉を口に含んでみた。書物に書かれている不思議な文字を読むことができた。悪魔崇拝を読むと気になるくだりがあった。姿なき者のかのイブン・グハジの飛躍にて姿を現す。3つの材料を均等な分量で混ざり合わさねば飛躍も力を表さず。ああなるほど。多分あの青い粉の他に何か、多分赤と黄色みたいなやつがあるんじゃないでしょうかね。なるほど。で現時点ではこれはあれだから、ちょっと3階に登りまして、美術準備室、美術準備室に行って、あれだね、先生の本棚を開けよう。いるのかな。いる。なんだ、どうしたどうした。泣いてるぞ。ふふふ、すべてが浄化される。この血の儀式の終わりに神を蘇らさねば、私の苦悩も悲しみもすべて消えてなくなるのよ。早すぎて読めませんでしたけど。神、まさか。待て待て待て、出るな出るな出るなって。神、まさかあの時夢で相川の言ってた逃げてってこのことが。先生は何か重要なことをしてる、とても重要なことを。でもあの様子じゃ先生は助ける側じゃないかも。安易に話しかけられない。そうか、本棚ちょっと見れないか。ルルイエの小玉かなんかをちょっと、ってなると
なんかなんとかグハジみたいなのを退治するためにあれが必要なんでしょうね。残り2つの薬が必要だと思うんだけど、その薬の所在が分かんないから、とりあえずいろいろ探ってみようか。その薬の所在とかが、あの先生のいたキャビネットから分かるかなと思ったけど、まず戻れなくなったね。キャビネットを調べる前に戻れなくなったで、おそらく飛薬はそうだね、どっかに隠してあるんだろうな。まあでも、うん、一応制御が効かなくなった時のために予備として、あの退治できるようなものを残してあったっていうことなんでしょうかね。ちょっと分かんないけど、美咲は相変わらず死んだままだな。誰に殺されたんだろうな。死人に口なしっていうからもう話すことはかなわないけど、ここになんかあるか。正直もうこっちの部屋に何もない気がするんだよな。隣はもう物草さんをあれしたから、進路相談室、何か使えるようなものがあるわけでもないし、薬だな、薬で、おそらく調合する場所は理科室だろうな。薬の調合っつったら大体理科室が相場だから、ってなると、あの蒸留装置を使いそうな気がするんだが、蒸留装置を使うってことは、あの蒸留するための水分が必要になってくるわけだよね。あいつを退治する方法が分かんないから、あいつは姿見えないものっていうよりか、もうバンバン見えちゃってるから、バンバン見えちゃってるから姿が見えないっていうことはないでしょう。技術準備室、ここら辺も買いかかってたんだよな。で、技術室が開いてるけども何も特になかったけど、おっと、なんか、あ、氷川がな、え、何これ、全くボサッとしてねえで、さっさと消えろ。え、ないないない、どういうこと、氷川さんどういうことですか。え、なんか倒しちゃったけど、ポカーンなんですけど、正直ポカーンなんですけど、とりあえずなんか倒していただけたようで、氷川さん、なんで俺を助けたんだ。あの様子だと俺を邪魔者扱いしてたような気がするんだが、そんなことはなかったのか。じゃあこいつも倒してくれよ。ここ通れないんだよ。ここ通れないんだよ。でもなんか本を持ってたな、氷川が。1階かな、やっぱり。あれ、こっち開いてねえ、こっち開いてねえぞ、おい、こっちは扉が開いてないな。とりあえず反対側からちょっと1階に降り直して、おー、わからんの。とりあえずあの追っかけてきてた、あの追っかけてきてた緑色の爬虫類生物みたいなやつは氷川が今倒したと。あの爬虫類生物が何なのか、何の慣れの果てなのか、ちょっとよくわかんないけど、とりあえずですな、とりあえずもうなんか次どうしたらいいのかわかんないけど、あ、紙が落ちてる。じゃあこれを読んで、これを読んでセーブして一回今日は終わろうか。目、何が目的な。
何が目的なんだって書きたいんでしょ、きっと。詩編には次のようなことが書かれている。何が目的なんだ、これも今起きていることと関係があるのか、俺をどうする気だ。まあね、そこら辺にそんな散りばめてもいやー、まあ思うだけで書かなくていいんじゃないかなって思っちゃうけど。はい、ということで今晩のサタデーナイトゲームショーはいかがだったでしょうか。それでは続きはまた来週。それでは皆様ゆっくりおやすみなさい。バイバイ。